ネオンはマジで強そうだね。アストレーン。アストレーンはネオンを守りつつ、戦闘空間での視覚的ノイズを最小化するために、後方から照散します。アストレーンの効果音も敵のフェードアウトに合わせて移動するようになりました。壁の持続時間が6秒から4秒。この照散時間が1秒から2秒。今が、こうなってるのが、これが4秒になって、でも今、後ろから消えてない。これがもうちょっとゆっくり消えるようになるってことかな。この辺から一気に消えてるのが、これが1秒から2秒になる。てか、なんか、まじまじと見るとさ、このスキル、すごい速度で消えてくね。とんでもないスピードで消えてくんだけど。まあ、これはいいんじゃないかな。うん。まあでも4秒か。いや、4秒。4秒結構短いけどな。なんかね、その、ネオンのファーストレーンのいいところって、要はめちゃくちゃ長い上に、結構この、持続時間が長かったおかげで、ローテートに使えたりとか、そのエントリー、例えばじゃあまあ、他、まあ、アセントでは出ないけど、例えば、サイトにかけて、こうやって、ファーストレーン出すことによって、ここをこうドライで入ってるかも、みたいな。で、ギリギリ歩けるぐらいの時間なら6秒って。4秒はね、歩けないかも、正直。まあ、このパッチって本当にその、今いるデュエリストをさらにデュエリストとして使わせたいだろうかな。今、その競技シーンのプレイヤーたちが考えてるネオンっていうのは、デュエリストの側面もあり、イニシエーターとしての側面もあるっていうところが、まあ強い。まあ、レイズと同じだね。そのレイズと同じくスキルが強いデュエリストだから、スキルが強いデュエリストは、要はなんかその攻めでファーストレーン使ってフェイク仕掛けたりとか、まあ、要はなんかそのリレーボルトとか、ファーストレーンのめちゃくちゃ使うことによって、サイト内の状況をめちゃくちゃカオスにして、うわーなんかこれ本命くせえけどわかんねえ、どっちだろうみたいな、ような状態にできるのが、ネオンの強みだったから、まあ、なんかそこを考えると、要はなんかそういう使い道は許したくないんだろうね。バインドでネオン出してるチームとかも、いや、こういうさ、B ロングでのネオンリレーボルトの使い方とか、ブリーチスタンと同じだから、ほぼ。こうやってエントリーしたいチームがいても、リレーボルトを公開されると、入れない。絶対セットが止まるみたいな。敵のセットに対する、結構最大級に返せる強いスキル。だからスタンは。ここにブリーチが、立ってフォルトラインを当てるのと同じようにネオンはデュエリストでこのイニシエーターとしての役割を担えたから、でしかもなんかその利点がやっぱり寄るのがめちゃくちゃ早いんだよね。ハイギア使ってローテートがめちゃくちゃ早くて、ここはもうネオンいんのみたいな。Bロン止めててあーやばい、 B がネオンいる、じゃあちょっといけないかもっつって A が行ったらもうなんか寄ってきてるみたいな、そういうアドバン、まあなんかそういう良さがやっぱあったから、攻め側でもそうだよね。最速で走って、リレーボルトをこうやって当てて、で、開幕のピークを、まあ、防止するみたいな。で、トペがいるけど、でも、ここに対しては、リレーボルトが当たって、ピークできない。イニシエーターとしての性能の部分がすごく強かったから、まあ、ピックされてた。一部アップでは。フラクチャー、バインド、ロータス。まあ、スプリットで DX が一時期使ってた時もその感じだね。ブリーチネオンにして、要はなんか狭いからスプリットとかって、こういうところとか行かなきゃいけないから、でなんかこういうところに対してネオンのリレーボルトがもうめちゃくちゃ当たるのね。これプラスブリーチもいるみたいな。ブリーチないか、ネオン系をだっけ、ちょっと忘れちゃった。なんかそういう使い方が、まあ攻防どっちも強かったから、使われてたってのはあるよね。あとはまあ単純にそれプラスエントリーがね、できる。グルトも強かったね。オフラインジアのオーバードライブがね、本当に強いんだよね。まあなんかそこら辺がやっぱりあって、で、まあ、なんかこういう使い方は良くないなってライオットは思って、今回そのデュエリストっぽく調整してんのかなって気はする。じゃあハイギア、2パターン、派生技、ダッシュスライディング、ダッシュが、ダッシュ中のネオンによる、何これ操作速度。あー、はい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 。だこういうのが、こういうのが落ちなくなったってこと？だこういう、その空中での、移動の減衰がなくなったのかな。オーバーウォッチっぽい空中でのなんか移動の処理になったのかな。この W を押してる時の速さが、
この AD とかした時の減衰がなくなるみたいな感じかな。今までここでジャンプして、それしてなきゃいけなかったところが、これがいらなくなったってことなのかな。めちゃくちゃ動きそうだね。まあいい調整。チャージ回復までの時間が60秒から20秒になった。おお、これでかいね。これは大きいんじゃない？これね、本当にゲージ、めちゃくちゃ回復遅いからね。すごいいいかも、なんか。チャージ回復までの時間が60秒から20秒になったのはめちゃくちゃアドバンテージだね。だからこれでローテートして、めちゃくちゃ早く A2B しました。あ、でもなんか止まりました。みたいな時に、いや、なんかこれぐらいで、じゃあ10秒ぐらい待ったら半分、また再生で、半分ぐらいリチャージするわけでしょ。待ったらめちゃくちゃ強いよね。なんかだいぶ気持ちよく操作できそうだね。まあ結構そのちゃんとデュエって感じの性能にしたいかな、おそらく。ライディングチャージが1から2になりました。2回スライディングできるとやばいよ、これ絶対、このゲーム。なんかね、ライオットってさ、うまいね、あんまり見たことないのかな。要はなんかこういう、まあ、俺はあんま全然うまくないけど、こういう動きができるわけでしょ。まあこれプラス横の移動もなくなってるから、こういう感じの動きをされるわけでしょ。ライディングチャージが1から2に、増加。ネオンのスライディングに生じていた武器の誤差を全て取り除きました。この変更に従い、スライディング中のエイムがより正確になります。スライディング、セカンドスライディングのコストが150円。スライディング後の装備が素早いから即着。スライディング時の武器装備時間が 0.2 秒。だから今は、なんかその、まあこうやってピークして、はい、やり方わかんねえ。こうか。合いました。みたいな。これウルトの時結構やばいんだけど、ウルトじゃなくてもやられるってことでしょ。普通に武器持ってるバイラウンドで、こういうことがやられるわけだよね。いや、これはやばい。これはやばいだろうね。で、武器の誤差だから、これなんだ原文。Neon now removes all weapon movement error. ウェポンムーブメントエラーだから。だからこの、これだけ？これさえやればいいんだよ。ライディング中に。めちゃくちゃ強いね、これは。てかね、今現状のネオンの性能でさえ、うまいやつは、キモいの、ね、動きが。バロランとやってないの、うまいネオン。ネオンメインの動画見る。まあ、ここまで動く必要はないけど、まあ、ダッシュ2回とかやばいよね。スプリント時の変更もあるから、これでもう一回ダッシュがあるみたいな状態だから。はい、そしてリレーボルト。チャージ数2から1。予備動作遅延が 1.1 秒から 0.8 秒。スタン効果時間が3秒から 3.5 秒。おー、お前か。0.8? 0.3 秒短くする。スターだったら死ぬやん。まあ、これはね、リレーボルトは元からやっぱり強かったんだよ。その、現パッチでも。さっきも話したけど、キルとしての性能がめちゃくちゃ高くて、ブリーチとかって、その決めたとこしか、構えてなきゃロングレンジいかないけど、これネオンでもポイって投げたら、そこから当たるから、定点スタンとかもあって、このゲームは、ネオンの。定点リレーボルトとかもあって、めちゃくちゃ強いリレーボルトとかも作れたから、こういう直感的で打てるスタン。で、しかもこれ上当たってれば下当たるから、こういう感じで。その当て方いろいろ考えて、ちゃんと強いスタンが打てて、まあ元から強い、元から性能いいんだけど、まあ一個になったのは、ネオン君、君はイニシエーターじゃないよねっていうことだよね。なんかレイズの後を追ってるようだけど、君はデュエリストだよねっていうことだね。だからセットに対するカウンタースキルとしても優秀だった。まあな、セントではピックしないけど、まあフラクチャーとかが特に、その、良かったね。
フラクチャーがない。フラクチャーの、フラクチャーのさ、こう A 面があるじゃん。こういう、こんなんだっけ？いや、こんなんだった気はする。いや、こんなんだったよね。これフラクチャーの A メインで、開幕の A メインスタンが、例えばじゃあ相手にネオンいたら絶対勝てないんだよ。本当に。本当に勝てない。あのね、ブリーチネオンとか、例えばじゃあブリーチのフォルトラインが、この方向から飛んできます。で、ネオンが、こっちから、リス、まあ、メイン側から歩いてきて、開幕で、どうやんだっけ、まあ、こうかな。こういう風に当てると。で、こうなるともうなんか、入れる場所がない。最速で全部入れれたら、開幕で取れるエリアがないので、もうここ、この辺まで出れるんだけど、最速で。でもこれは超えられないみたいな。まあ何が、まあ、そのネオンブリーチやったらもうエメに絶対勝てませんみたいなような状態ぐらいになってたスキルだから、まあこれが1個になったおかげで、またフラクチャーとかそういうマップが復活した時に、少しパワーバランスは変わるかもしれないけど、まあでもやっぱ強い優秀なスキルだったよね。まあだからブリーチいなくてもネオン単体でも強かったから、まあなんかそういうところが1個に減らされた原因かなって。まあサンセットもヘレティクスがやってるね。だからサンセットとかも強いわけだよね。マップの形状的にすごいマッチしてるネオンと。いや、こういうところ、こういうところが必要なネオンには。狭いメイン。広いメインじゃなくて狭いメインがあることで、ネオンの性能が 100% 生きる。ちょっとあんまりよく覚えてないけど、想像で話すと、いや、なんかこういうスタン、こういう跳ね返りになるから、開幕で打ったりして。いや、前目出る人間にも当たって、で、後ろから後続で来る人間にも当たるスタンが打てるみたいな。とか、まあ、最中セットとかで、まあ、なんかこういう、こういうとこ当てて、ここで、まあ、バックを確実に潰したりとか。やっぱネオンはなんかそういう、その防衛だけじゃなく、まあ、攻めだけじゃなくて、防衛側でも強いスキルを持ってたから。ヘイブンも使えたね。まあ、ヘイブンも使えたけど、まあ、やっぱあれは、まあ、なんだかんだジェットだったのかなって気はするけどね。まあ、オフメタよりとはあるし。アセントはないんじゃない？アセントはね、ちょっとわかんない。実際の性能を見て判断だけど、正直アセントはむずそうではある。まあ、スタンが1個になって、ファストレーンのナーフ、まあ、ちょっとナーフかな。ファストレーンと、リエボルトのナーフを、どれだけハイギア使いこなして補えるかっていうゲームになってするだろうね。だからそのネオンを、パッと使うだけでは、まあ、今のパッチャーが強いと思うけど、ちゃんと使いこなした時に、今よりはちょっと強そう。このデュエリストとしての性能的に。ただまあ、チーム的に嬉しいのは原パッチだろうね。このネオンをピックに組み込むっていうことを考えた時に、リレーボルトとファストレーンのナーフは結構痛い。このデュエリストの性能を上げられると、逆に別にレイズとかジェットでいいんじゃないってなる、かな。まあ、使いたい人は増えるんじゃない？でも。そういう調整だよね。だからここがどれだけハイギアの部分をどれだけ使いこなしてその打ち合いを有利に運べるかっていう使い手次第の部分はめちゃくちゃあると思うな。ただまあスキルはちょっと弱くなったからより個人技が大事そうって感じかな。